今考えた挨拶でお願いします。むずくないそれ。何でもいい何でもいい。今日のチャンピオンズリーグの結果について一言お願いしてもいいですか。いやもうあんなに点差ファーストレグで開いたのにセカンドレグでそれを取り返したにもかかわらず負けてしまうっていうのは劇的でしたね。バイエルンが落ちましたけれども確かにこれビジャレアルを褒めるべきなんですかね。そうですね、はい、今回はシュート1本で1点、はい、ということでね、30秒も使ってしまいました。ちょっと今日はねどうしても終わらせなきゃいけないんで早速43番からいきますが、アルコールの性質に関するというところで、5番正解ですね。アルコールとカルボン酸から水が取れて、縮合してきた化合物エステルトイ、酢酸とエタノールでは酢酸エチルができるというところで、まあ、これも多分適当にやったんですけど、うん、まあ合ってましたね。高校生の、科学基本問題かなりムカつきますよねこの言い方本当に。基本問題っていうのは、はい、この基礎がねしっかり固まっているので決して簡単という意味じゃないんです。ああそうですね、うん、エステルの化水分解を、喧嘩と言いますね。さしっかりさ、はい、あの構造を書いてあげた方がいいんじゃないの。そうですね時間があれば、うん、で44番ですが、まあ、これは正解ですね、素晴らしいですね。これ葉緑体のところで、ウですね、同化により有機物を光合するのは、葉緑体というところで、うん、素晴らしい正解だったと思います。この世の一般常識ですよ。さあということで、東京消防庁公開模試もラストの45番になりました。これはですね、懐かしいな、これ植物のマカラス麦の、うん、これはちょっとあんまよく分かんなくて、なんか光が当たらない側とか、そうそう光が当たる側にねこう、はい、グニンとか曲がるんで、これはなんかまさかアンチの方が詳しいとは。あ、そうなんだ。光が当たる側に曲がるんだ。そうそう。へぇ。植物で踏みつけるとさ、うん、しばらく経ってまた元に戻ってんじゃん。はいはい。なるほど。あれは、うん、あの、なんか負の重力、正の重力性だっけ、はいはい、だっけ忘れて。すごい。そんな感じで。なんかめちゃめちゃ納得。あ、なるほど。踏まれちゃって影になった部分じゃなくて、日が当たる方が曲がるから、ちゃんと戻るようになるっていう。あ、それ別の話です。はい、ということで最後はね、まさか。光が当たるとね、はい、オーキシンが増えるんだよ。おでそうすると、はい、説明が始まりましたね。これは特別会になる、ね、はい、ありがとうございます。ということで残りちょっと30秒なんで、まとめていきたいなと思います。ちょっと自然科学の方ちょっとね取りこぼし今回多かったんでちゃんと復習して、まあ、東京消防庁はね自然科学の出題多いんでしっかりと確認して、特に数学物理分野ですかね、はい、ちゃんと見直しておきたいなというふうに思います。ということで、長きにわたりまして行ってきました東京消防庁公開模試の方復習、全部45問終わることができました。ありがとうございます。次回からですね、東京アーカイブの方、こちらの、タツさんと一緒に、復習していきたいなというふうに思います。では、今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。